久保さん。いやー、久保さんの追いかけてるのも僕見てきましたけど、久保さんに見られてるっていうのもありますよね。まあ、あの、裏方時代から知ってる人ってまあまあ少ないじゃないですか。ね、しかも、この、お互いにこうやってるっていうのは多分少ないと思うんですよね。うーん。まあ、この8年で、どれだけの人がいなくなってったのかって話ですね。うーん。まあ、あの、僕は、あの、なんだ。 こ闇金牛島くんだったかな多分ね闇金牛島くんの映画かなんかであってなんかその映画かなんかのドラマであってその携帯電話にね100人とか1000人の、えー、友達がいるみたいなで電話するんですよで電話してでその金貸してくれる人がいたらの救ってやるよみたいなで全員電話かけるんだけど結局誰も金貸してくれなくて1000人目盛りあんのにで山に埋められるみたいな あるんですけど僕ね生きてて一人でいいと思うんですよねうんなんかその気が合うっていう、うん、まあ本当にほ多分ね僕ね久保さん以外しかいないですね要は口では何とでも言えるわけですよ本当に口では何とでも誰でも言えますだけどこれを字でいける人って多分ねマジで少ないんですよね で久保さんまあ僕も変わってますけど、久保さんも変わってるんですけど、なんか、いないっすよね。多分、この億万長者合宿のやりとり、あの、お互いに死ぬまで続きますからね。久保さんが死んでも、僕、久保さん、動画返ってこないじゃねえかみたいな動画撮ってると思うんで、で久保さんもしっかりね、吉谷さん、どうしたんですか、最近、みたいなね。<laughs> 動画、リレー終わっちゃってんすけど、みたいな。大量にアップしてたの、なんでアップしないんですか、みたいなね。 僕が先に死んだらね、多分久保さんそういう動画撮るだろうし、多分ね、ほんとね、やばないですか、これ。お互いにくたばるまでリレー続くんですよ。これはね、尋常じゃないっすね。<laughs> うん、まあ。まさかここまで来るとは僕は思わなかったですけど、まあ、ここまで来たら、もう墓場まであの行,こう行こうかなっていうところですよね、ここまで来たら。 まあ、あのシリーズもめっちゃもう考えてるんで、10個ぐらいもうシリーズあるんで、考えてる、名前。今、億万長者合宿0時ですけど、0時の後にいっぱいもう10個ぐらい考えてるんで <laughs>。だから1、1個の再生リストで1000本ぐらいですかね。だからまあ、10もう10個以上あるんで、あと、なんだ、1万本以上はやり取りですよね。で、1日ん、1年で365日じゃないですか。このやり取り1万本以上あるわけですから。 最低でもまあまたそれで足りなかったらまたシリーズも作ればタイトルつく考えればいいんでとりあえず10個以上は考えてますもう, <laughs> うんだからまあ人生でね本当に一人でもいいと思うんですよねあのー、その1000人とか2000人いなくてもまあ僕がドリームアカデミアで教えてるのもまずはたった一人のリーダーになるっていうたった一人でいいんですよまずはうんだもうお客さんもまずはたった一人のお客さんを作る たった一人に商品売るっていうところからスタートすればいいと思いますしうんまずは一人ですよねうんてかもうまあこのやりとりに関してはまあお客さんは一人だったらまあ飯食えないと思うんでさすがに一生はうんそのお客さんが富豪だったらまあいけるかもしれないですけどうんそうですねだ数より数より質っすかね うん、質より数、数より質っていう <laughs> そう数の部分もあるし質の部分もあるし両方必要じゃないかっていうで人と人のつながりに関してはやっぱ濃い関係性がどれだけ作れてるのかっていうのが全てかなと思いますけどねうんまあ良かったですよ本当に。うにもしあの時山口さんのね商品僕がプロデュースしてなかったらこの関係なかっただろうし 今振り返ると、まあ、山口さんの商品がね僕、完全プロデュースは僕、あの山口さんの商品が初めてだったんで、基本的に上から降りてきたものをやってたんで、山口さんのプロデュースに関しては、もうあの人見つけるっていうか、山口さんがね、ダイレクトメールで送ってて、で、それチェックして、たまたまじゃあ会いましょうっって会って、で、そこから逆オファーして、その面白いんで、一緒にビジネスしましょうっていう、僕からふっかけて。 始まったんですけどなんか本当にあれは01プロデュースですね山口さんのはあれ面白かったですねやっぱ自分で全部作ってたんでうんはい昔話ですねいってらっしゃい